ドーム兄弟ドーム兄弟は19世紀後半から20世紀前半にかけて活躍したフランスのガラス工芸家兄オーギュストネンと弟アントナンの二人ガラス工芸メーカーのオーナー一族としてドーム兄弟の故障が定着しており工房名にもダウムフレールを付していたので本校でもドーム兄弟と称することとするドーム兄弟作の下記1900年ゴ作オーギュストと アントナンのドーム兄弟は、フランス、ロレーヌ地方の美中の出身である。夫フフツ戦争終了後の1872年、ドーム家は、ドイツ帝国の占領を避けて、ナンシーへ移住した。兄弟の父、ジャンドームは出資したガラス工場の経営者となったが、オーギュストは1878年頃から、アントナンは1887年から、それぞれ父の仕事を手伝っている。 1889年のパリ万国博覧会にドーム工房はテーブルウェアなどを出品した。1891年に新たに装飾工芸ガラスを製作する部門を設置した。1894年、ナンシー及びリヨンの博覧会で金賞を受賞。1897年のブリュッセル万国博覧会でも金賞を取り、この年、オーギュストには レジオンドヌール勲章が授与されている。さらに、1900年のパリ万国博覧会でも大賞を取り、この年アントナンにもレジオンドヌール勲章が授与された。1901年にエコールド・ナンシーが結成されると、アントナンは副会長に推されている。1914年には第一次世界大戦の影響で創業を停止したが、1919年に再開。 1920年代は、アールデコのスタイルで、その後は、透明クリスタルのガラス置物などを生産した。初期の作品には、エナメル彩色による絵付けが多く、1910年、前後から、色ガラスの粉をまぶし付ける技法、ビトリフィカシオンを多用して、色彩が複雑に混ざり合う重厚な色調の作品を、製造した。また工芸デザイナーのルイ・マジョレルにデザインを依頼した。 金具を装着したガラス作品もある。ドーム兄弟に特徴的な技法としてはアンテルカレール、ビトリフィカシオンなどがある。アンテルカレールはガラス素地に絵模様を描いてさらにガラスをかぶせる技術で模様に奥行きが出る。この技法はドーム兄弟が1899年に特許を取得した。ビトリフィカシオンは粉末状にした色ガラスをまぶして再加熱し、 素地になじませるものでガラスの肌に多くの色を発色させることができる。ありがとうございます。